ようございます。全部タカだけでした、すいません皆さん。現在朝の7時50分ほどになります。成田空港に僕は今います。今回なんとですね、アディダスさんからご招待を受けまして、オランダの方にちょっと行きたいなと思っております。フライト時間14時間、長い、長すぎる。前回ねスペインにも行かせていただいたんですけど、オランダで何をするかと言いますと、女子のチャンピオンズリーグの決勝の観戦でございます。ありがとうございます。本当にアディダスさんのイベントがオランダの方で行われますので、そちらの方に参加ができるということで、しっかり動画に収めたいなと思っております。で今回なんで女子のね、チャンピオンズリーグの決勝にまあ行くかと言いますと、まあ、その経緯と言いますか、まあ、なぜ女子なのかと言いますと、まあ、やっぱ海外では女子サッカーの人気がものすごくて、まあ、日本ではそんなにあんまりねまだちょっと普及されてないというか、一回ワールドカップ優勝してるんですけど、そこでガッと熱が上がったんですけど、まだ少しサッカーは男の人気の方がやっぱ高いということで、今年7月に女子のワールドカップがあるんですよね。皆さん知ってます？これ知らないでしょ、ほとんど。まあ、こういうのもね、海外ではどんだけ女子サッカーの人気があるのかとか、どんだけ熱があるのかっていうのもね、こうやって YouTube を通して皆さんに伝えていけたらなと思いますので、現地は多分チケットが完売ということで、ものすごい熱気とサポーターの数でもうわーってなってるのを頑張って収めたいと思いますので、楽しみにしててください。それではオランダ行ってきます。今回ですね、はい、アイアスからタカさんをご紹介させていただきまして、はい、アジアスジャパン、まあ、日本を代表して今回ご参加いただくということで、はい、ご用意いたしました。ちょっとご覧いただければと思います。なんとちょっとアディダスの方から日本を代表して、まあ、アディダスのグローバルイベントとチャンピオンズリーグの女子の決勝を見に行くということで、日本を背負ってるということでアディダスさんからちょっとプレゼントをいただきました。これマジで知らんかった。ちょっと見ます。失礼します。いや代表、え待って、これあれじゃない、女子の方の。そうです、日本代表のユニフォームいただきました。しかも見てこれ、ここがとピンクやから女子のモデルのホームのユニフォームをいただきました。ちょっとこれでいきますわ、チャンピオンズリーグの決勝。全然関係ないけど、多分チーム的には日本の背負ってるということで、代表のユニフォームを着てチャンピオンズリーグの決勝観戦したいと思います。お気づきですか皆さん、男子にはついてなくて女子にはついてるもの、星ですよ。ワールドカップ優勝してるんで、星はやっぱついてるんですよ、女子には。これ男にも増やしたいですし、女子はもう一個増やしたいですね、今年のワールドカップで。ありがとうございます。じゃあこれを着てオランダに行きたいと思います。じゃあ14時間か14時間のオランダの旅に、いや空の旅か、間違えた、行ってきます、アムステルダムへ。では皆さん14時間後に会いましょう。多分死んでます、疲れ切ってます、出てきます。はい、ということでオランダのアムステルダムに到着しました。約14時間のフライトですかね、非常に疲れました。10時過ぎぐらいに出て、その日の5時ぐらいに着きました。マイナス7時間時差があるので、ちょっとまだ時差は感じないですけど、明日からアディダスのグローバルイベントの方に参加したいと思います。ということで、とにかく今日は疲れましたので、一回ちょっとゆっくりして明日に備えようかなと思ってます。ではバイバイ。あげるわ。おい、色すぎるて、めちゃくちゃ広い。すごすごない、なんか化けおしゃれやん、めっちゃおしゃれやん。やばいっす、これなんかめっちゃおしゃれじゃない、ここやばいっすね、これ女子喜ぶな、これこれ喜ぶな、これ絶対喜ぶやつやこれ女子喜ぶな。ティッシュとか見て、ほんまこんな入れ方ほんま最初からこうなってたの、だいぶ使ったんちゃうの、これあれじゃん、花、花じゃないですかね、お花が有名だから。おはようございます、やってまいりましたアディダスグローバルイベントでございます。はい、こちらですね、オランダにあるアディダスのオフィス、かっこよすぎる。でオーシャンズプロね、今年の女子のワールドカップのボール公式球がこちらにあります、多分23号球ぐらい。このオフィスの中で、まあ、何するかって言ったら、
女子サッカーの歴史のユニフォームであったりとか、まあ、そういう面々をこのオフィスの中で、まあ、軽くて社会計画みたいな感じのことをしていきたいと思いますので、俺の達者な英語をね巧みに使いながらコミュニケーションを取っていきたいなと思いますので、そこら辺にも注目してください。ということで早速中の方に入っていきましょう。うわ、来た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 。ジャパン、ジャパン。おお、はい。マルコ、スペイン。どうしよう。どうしようね。ドイツ。はい、イタリア。おイタリアだ。どうしよう、アイデスか。アイデス。アルデス。全部アウェイでしょ。ジャパン、これかっこいい。Welcome in Amsterdam. Wow, what a crowd. Come closer, there are empty seats in the front, please.Get the right level of support, comfort, and ultimately support their on-field performance. If I was to summarize, we are leading in our commitment to women's football this summer. Thank you very much, and we'll see you upstairs. はい、ということで先ほどねアディダスの講義を見てくれた方は分かると思うんですけど、もうちょっと早送りでやりました。1時間弱ぐらい講義を聞いたんですけど、ちょっと僕がメモを取ってるので簡潔にちょっと話したいと思いますね。女性アスリート、女子サッカー選手のことについてちょっと学んだんですけど、4つ項目がありまして、1つ目がスポーツブラについて、2つ目がセリオパンツについて、3つ目ユニフォーム、そして4つ目が試合球、まあ、公式球ですね。今年のワールドカップがあるので、それについてちょっと話したので、まあ、ちょっと簡潔に話したいなと思います。はい、それでは1つ目のスポーツブラについてアディダスの方が話されたことをちょっと僕のメモを読んで簡潔に話したいなと思います。女子サッカー選手、まあ、女子のまあスポーツ選手はまあスポーツブラというまあブラをつけていると思うんですけど、 90% の人たちが違うサイズを選んでいると。そしてまあアディダスの人たちは1対1でちょっと話していて、どれがいいのかっていうのをその人に合ったものを選んでいってるというのをちゃんとやっていると。全体を支えている部分にブラのズレがないかと締め付け具合とかもいろいろ聞いて、2人でしっかりマンツーマンで話し合ってちゃんとやってるそうです。これがスポーツブラについて話しました。めちゃくちゃ簡潔に話してます。そして2つ目が、セリオパンツですね。なんとですね、4分の1で生理の漏れを感じてスポーツをやめる人がいるみたいです。そして、75% の女子の選手たちが漏れを経験していて、女子生理用パンツの中で一番大事なことはやっぱ漏れないこと。時速20キロで走って100回スプリントが行われております。だいたい1試合平均で 10.2 キロ走るみたいなので、しっかりとしたそのショーツを知ってもらう必要があるというのがアイダスさんの話で、僕も現物をちょっと見たんですけど、ほんまにこう男と変わらんスパッツ、これ生理用パンツなんやっていうぐらいびっくりするほどそのスパッツでした。でアディダスは20カ国以上の言語で分かるようにしていて、少女たちが、スポーツをやめないようにしたいっていう取り組みを含めて20カ国以上の言語を使ってちゃんと説明できるようにしているということです。はい、3つ目ユニフォームについて、アディダスのユニフォームは基本ホームのユニフォームは男子と一緒で、アウェイのユニフォームがですね、女性に特化したウェアにしてるみたいです。特に、2つのことを特化していて、国のカルチャーとか可能性を表現できるようにデザインされていて、2つ目がスポーツ選手が 100% の力を出せるように制作されてます。リサイクル素材を使用しているということです。はい、そして4つ目が試合球、まあ、ボールについてですね。今年7月にオーストラリアとニュージーランドで女子サッカーワールドカップが開催されるんですけど、今年のボールがオーシャンズプロといって、オーストラリアとニュージーランドに現地に先に行かれてですね、デザイナーさんとかが。で、自然に注目して今回デザインを考えたみたいです。液体っぽいデザインとかを入れ込んだりして、死ぬほど考えて作ったって言ってました。このデザインを。そしてボールにはコネクテッドボールテクノロジーって言って、内側にテクノロジーを搭載されてるらしくて、これめちゃくちゃすごかったから、一つがサスペンションシステム、
ボールの中にセンサーがあってタッチを記録していくセンサーがついております。指先でこうパッて触っただけでセンサー認知してるっていうね、すごいマジでシステム。1秒間に500回ぐらいの情報とデータを送ってるらしいです。2つ目がオンタイムでボールの情報をシェアする。選手の位置とかのボールテクノロジーで一瞬で判断できる、まあ、VAR 早いのでレフリーとか多分めちゃくちゃ助かるんじゃないかなと思います。で、強いインパクトシュートがボールテクノロジーで分かる。もうシュート打った時のこのインパクトのやつがそのボールテクノロジーで分かるという。カタールワールドカップのスペイン戦で堂安選手があのミドルシュートを決めたやつがあのワールドカップの中でインパクトのやつが2位だったらしいです。講義をずっと聞いてて、女子サッカーについて結構学んだんやけど、女性は女性でこういろんなことを抱えながらスポーツしてるかなっていう、先ほど言ったスポーツブラであったり、まあ、セリオパンツであったり、そういうところでいろいろ大変な思いをしてるっていうのを僕も講義を初めて聞いて分かって、そういうのをアディダスさんは工夫しながら少しでも女性にスポーツをいやちょっとやめてほしくないとか続けてほしいっていう気持ちがすごく伝わってきた講義内容でしたっていうのがもう簡潔にまとめたやつです。はい、じゃあ次動画いきましょう。Hey, Matteo. I was the product manager yesterday. Part of the project. Yeah, yeah, yeah. We got your uniform. これに込められたメッセージも素晴らしいです。ありがとうございます。Thank you very much. 三笘の1ミリどう思いました？1ミリは日本人。三笘。You know the goal of 三笘？三笘。Yes, I'm from Spain. まずお二人は日本に来られたことありますか？大阪、東京、京都。My favorite food was okonomiyaki. 富士山、マウント富士。じゃあなんでキビにマウント富士にしたかって。そうですね。So as for Kibi Joe, this one. Oh, so. Mount Fuji is an element of Japanese culture and Japanese nature that is not only recognizable in Japan but also anywhere else, in many other places in the world. 他の方々もこのペディレーション聞いた中で、やっぱりベストだと。Very cute, very very cute. Thank you. Thank you. Yeah, so. Which one is your favorite jersey? どれが一番好きですか？日本もジャパン。Exactly. No other. Exactly. ワールドカップ優勝するのはジャパンですからね。Six star, two star. You have an easy group or a hard group? ありがとうございます。大丈夫じゃないですか。Thank you. Thank you. Have a good day. You too. Ciao, ciao. Enjoy. Thank you. Cheers.はい、これからアイントーヘンにある PSV のホームスタジアムフィリップスタディオの方に行って女子のチャンピオンズリーグの決勝の観戦を行きたいと思います。はい、こちらのバスに乗ってアムステルダムからアイントーヘンまで約2時間ということで2時間の旅をバスでして現地に着いてから女子チャンピオンズリーグの決勝バルセロナ対ボルスクブルクの試合観戦をしていきたいなと思います。チケットが完売ということなので熱狂的なサポーターもいると思うんでそちらの方も動画通して皆さんにお伝えできたらなと思います。海外では女子がめちゃくちゃサッカー的に熱があるので今年女子ワールドカップもありますので日本もね女子サッカーをどんどん盛り上げて今年もワールドカップ優勝してこのね星を2つ受けれるように YouTube 通してリゼムも盛り上げていきたいなと思いますので現地の熱を届けたと思いますので2時間後にお会いしましょう。それでは行ってきます。はい、バスに乗り込みました。バスでは弁当が配られました。今日弁当開けてみます。一瞬ほんま一瞬チラッと見てんけどちょっと思ってる弁当じゃ長さすぎてオープンしますね。ほぼパン生のリンゴが丸々入ってる。紹介しようかな。マフィン、サーモン入りハンバーガー、サンドイッチ、オレンジジュース、丸々入ったリンゴ、強いって。ほんでこんな食え、そもそもあっても2個、やっぱ海外やな。なんか俺の思ってるさ弁当ってやっぱあの日本人やからあの米が入っててパン3つにマフィンリンゴあらしゃ。はい、ということで今アディダスの方から FC バルセロナ対ボルスクブルクの決勝のスコア予想の紙が配られて、とある景品がもらえます。おフルタイムスコアと、まあ、ハーフタイムスコアとミニッツオブファーストゴール、まあ、何分に先制点が入るかというのをスコアに変えていきます。左がバルサで右がフォルスクブルクっていう考えていきますね。はい、ガチ予想してガチ予想、フルタイムフルタイムフルタイム
ゴールやから、これ後半に点入らなあかんから63分、はい、これでいきます。これ当たったらまあまあな景品あると思うで、さすがに全部当たりで、ね、多分どれか当たったらいいんだと思います。じゃああるわ、じゃあ可能性あるある、じゃあ楽しみにしててください。来ましたよ、こちらがフィリップスタディオンです。一番見えるかな、4時キックオフで現在14時でございます。16時キックオフで、じゃあでも人がすごない、もう奥、これが海外サッカーですよ、しかも女子ですからね、これが日本にもっと増えてほしいな、今回、こうやってご紹介させていただいているので、女子サッカーっていうのが、まあ、どういった魅力があるのか、あと女子サッカーの盛り上がりっていうのをですね、今回海外で伝えていけたらなと思います。でこれが本当のメインというか、なぜ僕がオランダまで来てこういう YouTube を撮ってるかというところをですね、まあ、日本の皆さん、まあ、今年女子ワールドカップあると思うんですけど、女子ワールドカップが今年行われるっていうことをほとんどの方がまだ認知してないと思います。僕の周りもそうですし、知らない方がたくさんまだいらっしゃると思いますので、まあこういうことをきっかけにですね、皆さんにもっともっと女子サッカーをですね盛り上げていったりとか、まあその発展に少しでも、力になれればなと思い、日本の女子サッカーを盛り上げたいということでございます。まあ今回僕一人なんですけど、まあいつものリズムらしく楽しく盛り上げてサッカー観戦をしていきたいなと思いますので、早速スタジアムの方に帰っていきたいと思います。でもまだちょっと時間があるから、スタジアムの周りとかサポーターの熱狂というのもちょっと伝えていきたいなと思います。これが海外サッカー、めっちゃ盛り上がってますね、めっちゃ見てます。僕たち We are watching。はい、今回後ろに書いてあるあのチャンピオンザガールズ、まあ、これ何なのかと言いますと、小さな少女たちにですね、もっと夢を見てもらいたい、サッカーという魅力を知ってもらいたいということで、アディダスさんと上原さんが協力して席を設けたところがあるというところで、そちらの方がチャンピオンザガールズというなところになります。ね、海外にはいろいろありまして、まだまだこう日本にはそういうのがないので、そういうところも日本にはもっともっと増えてほしいなっていう思いが僕にもありまして、この先見てもらったら分かるんですけど、これが女子サッカーの盛り上がりといいますか、フットボールでは海外めちゃくちゃこの盛り上がってるん で、これをもっともっと日本で増やしたいですね。チャンピオンザガールズの取り組みで確保されてる席にちょっと座らせていただいて、今回そこで観戦したいなと思いますので、熱狂の方ちょっとお伝えしつつ、スタジアム入って試合を見ていきたいと思います。あ、そう、マジやばい。これが欲しいの、日本女子サッカーに盛り上がりを、熱気がやばい。あと俺普通に気づいたんやけど、バルサもボルスブルクも女子のユニフォーム着てる人が多い、すごいわそれが、マジですげー、こういうのが当たり前なんだ、当たり前なんだ、やばい、すごいわ、後ろでフォーッたちも気に狂っとるわ、当たり前にしたいね、頑張らんとな。
やば。どこや。やあやあ近っ。おいマジかよ。半端ねえな。どっさっかやろこれ。やばい上。戦ってるわこれ。サッカーとして技術の差がサッカーは物を言わすんかなっていうのを今こう肌で感じてるわ。ただバルサがねちょっと決定機をもうほぼバルサシュートマジ5、6本8本ぐらい打ってるんじゃないかな前半で。でもう 2-0 でボルツブルクなんでサッカー何あるかわからないんでね、後半バルサが3点取ってひっくり返すっていう試合だったら一番面白い、来ててよかったなってめっちゃ思うわ。まあ、後半期待しましょう。今俺の目の前に座ってる子たちおんねんけど、もう8割ぐらい女の子やからスタジアム自体も女の子がめちゃくちゃ来てて、それぐらい女子サッカーの熱あるから日本もこういう感じでね女子サッカーに対する熱がもっと増えたらいいなってめっちゃ思うし、サポーターが一緒に戦ってる感もめっちゃあるから、これは海外サッカーの魅力よね。俺の目の前でほぼ使えへん用語、それぐらい熱くなってるから、この子たちもこういう選手らを見てわすごいなって思ったりとか、うわ憧れてるなっていうのを思って頑張っていくやろうから、そういうのもねなんか日本で作りたいよね。めちゃくちゃいいよ。もう一個言っていい、スプリンクラー手動こう回してる。以上です。後半どうなるか楽しみですね。後半いきます。3点あるぞ、2点あるぞ。あー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 
ードバロンドーラス。女子チャンピオンズリーグ決勝試合完成終了しました。結果3対2でバルセロナの勝利です。前半ね 2-0 でフォルスブルクが勝ってたんやけど、後半にバルセロナが2点差をひっくり返して3-2で逆転優勝ということで、映像が使えてないんだけど俺らの表情しか伝えてないんだけど、激しすぎた。とにかくいつものサッカーぐらい楽しかったし激しかった。後半のロスタイムの終始両チームとも削り合いがあって、もうウェーイウェーイみたいな、多分やべえだろみたいな。でバルサ側は早押し合い終わってほしいから、あー壊れよおいみたいな。とにかくね、もう激しすぎた。もうそれしか言いようない。女子サッカーってこんなに面白いんやってめちゃめちゃ改めて思った。試合は見たことはあんねんけど、ここまで白熱した試合っていうのは初めて見て、お互いの負けたくない気持ちがぶつかり、両サポーターが負けたくない気持ちがぶつかりで、非常に鳥肌立つ試合でした。ほんまにみんな一回女子サッカー見てみ、これを機にめちゃくちゃ面白いで。今回見させてもらった席がチャンピオンザガールズって言ってね、上原さんとアディダスさんが小さな女の子たちがねサッカーにもっと触れ合う機会があるようにという感じでこう席を設けてくださったんですけど、俺の前の席もみんな女の子、多分スタジアム半分以上が女性で、スタジアムが埋まってるぐらい女性人気があるスポーツで、ほんまにちょっと泣きそうになりました。バルサが優勝してボルスクブルクの選手がピッチに倒れ込むあの姿、僕も選手時代に決勝という大舞台を経験したことありますけど、決勝って勝ったら天国負けたら地獄って言われてる最終試合の姿を見るとね、やっぱり両チームの気持ちが分かると思います。感慨深いものがいろいろありました。感動する試合でした。オランダまで来てめちゃくちゃ良かったなって心から思います。サポートしてくださったアディダス関係の皆様にも感謝したいなと思います。はい、これを機にですね、女子のワールドカップもですね7月20日だからもうこれ動画上がってるもう多分1ヶ月弱後ぐらいにはオーストラリアとニュージーランドでありますので、そちらの方もね皆さんこの日本代表にもう一つ星をつけれるように応援しましょう。応援っていうのがめちゃくちゃ力になるっていうのをほんまに肌で感じたから、皆さんもぜひ女子サッカーというものもね、 B リーグもありますし、そちらの方もぜひ時間があるのであれば押して見てくれたらハマると思います。僕もリゼムでサッカー界を盛り上げるというのはありますけど、女子サッカーも同じフットボールなんで、これからも、ね、男女問わずにサッカー界を盛り上げていけたらなと思いますので、オランダの大きな目的仕事をやってきましたので、皆さん YouTube をぜひ見てくれた方は、チャンネル登録、高評価、コメントの方どしどしください。ありがとうございました。